飯山線、飯山線、飯山線は、長野県長野市の豊野駅から、新潟県長岡市の越後川口駅に至る、東日本旅客鉄道、JR 東日本の鉄道路線、地方交通線である。長野県内では、千曲川に沿い、新潟県内に入ると千曲川から名を変えた、品野川に沿って、日本有数の豪雪地域を通る。には、 野沢温泉などの温泉地やスキー場が多い。路線のほとんどが谷沿いの山間部を通るため、主に下記は大雨による土砂災害、冬季は大雪による流れや除雪作業等によりしばしば運休することがある。森宮の原駅は1945年、昭和20年2月に駅における最高積雪量7メートル85センチメートルを記録し、それを示す標柱が、 駅構内に立つ。ディーゼル車導入前の除雪は、キマロキ編成、奇跡車、マックレー車、タリー車、機関車、ロキキマロキ編成、ロータリー車,車、機関車、機関車、マックレー車、ロータリー車、機関車という特殊編成によって行われた。一時は、廃止路線リスト候補に挙げられたこともある。赤字ローカル線であるが、 ピーク時の一定方向の輸送量が1時間あたり1000人を超すこと、当期の代替道路未整備や地元住民の利便性などにより配線は免れている。北陸新幹線が途中の飯山駅を経由するため、飯山線から直通運転している品の鉄道北品の線、長野駅豊野駅間及び飯山線の豊野駅、飯山駅間が同新幹線と並行している。 2015年、平成27年3月14日の北陸新幹線開業後、JR 東日本の新越本線だった長野駅、豊野駅間は、品野鉄道に経営が移管されたが、豊野駅、飯山駅間は、並行在来線の概念とは異なることから引き続き JR 東日本が運行し、長野駅、豊野駅間は、JR 東日本が品野鉄道から、 運行業務を受託する方式で、直通運転を実施している。ラインカラーは黄緑、豊野駅森宮の原駅間は、長野支社、足立駅越後川口駅間は、新潟支社の管轄である。支社境開票は、森宮の原駅足立駅間の長野、新潟両県境付近に設けられている。かつては、優等列車として急行、野沢、魚野などが運転されていたが、 現在は普通列車のみの運転である。キハ110系機動車の投入が完了した1997年10月から、戸狩野沢温泉越後川口間の全列車、臨時列車を除くと、長野戸狩野沢温泉間の一部列車、主に日中でワンマン運転を実施している。また、キハ110系投入以前と比べ、約10分ほどのスピードアップが実現した。 車両編成は利用状況を踏まえて1から4両で運行されている。このうち長野狩野沢温泉間では最低2両編成での運行がされており、長時間帯のみであるが4両での運転もある。逆に、戸狩野沢温泉伊東では1両編成での運行がほとんどで、前日の4両編成も戸狩野沢温泉で2両を切り離す。なお、特に車両の組み合わせは決まっておらず、 二両編成の列車でもキハ111.112系の二両が使われるとは限らない。また、後日の臨時快速、オイコットの運用がない日には、オイコット用の車両が通常の普通列車に使用されることもある。飯山伊勢へ運行する列車は、全列車が豊野から品野鉄道に乗り入れ長野駅まで運転されている。長野尖り野沢温泉間は主に平日は、 長野市、飯山市、中野市との間、または飯山市内やその周辺との間で通勤、通学輸送等を担う役割が、休日は沿線の観光地、温泉地への観光客の利用がそれぞれあるため、利用客が比較的多く、飯山線の主要区間となっている。そのため、運転本数も最も多く設定されているが、 それでもほとんどの時間帯で1時間から1時間30分に1本である。全区間同士で運行される列車のほか長野飯い,い山、ト狩野の沢温泉、森宮野原、十日町間、ト狩野の沢温泉十日町、越後川口間、森宮野原、十日町越後川口間などに区間運転列車が設定されている。また、森宮野原北の新潟県が泡十日、町駅で、 おおむね運行系統が分離されており、10日、町駅で、北越急行北北線、越後川口駅で、上越線との接続を重視したダイヤが、編成されているほか、1日に往復、上越線経由で、新越本線の長岡まで直通する列車が、長時間帯に運転されている。トカ野沢温泉越後川口間は1の3時間に1本程度で、4時間ほど、運行されない。 時間帯がある。全区関東市または、長野十日町、一部森宮の原間で運転される列車は、途中の狩野沢温泉駅にて、車両の増結切り離しが行われる場合がある。なお、当期には、首都圏方面などから、スキー客向けの臨時列車シュプール号が、狩野沢温泉駅まで運行されていたが、1995年3月の運転を最後に、 新越本線黒姫駅からのバス連絡だけになっていたシュプール号は2005年度を最後に廃止。ただし現在でもスキーブーム時と比較すると少ないものの、飯山線でのスキー客の利用はある。2014年5月2日からは、越後川口側からの観光列車として、高田十日町間に、臨時快速、越野の宿浦が、主に金曜日から日曜日を予備祝日に、 2015年4月4日からは、長野川からの観光列車として、長野十日町間に、臨時快速、オイコット、が、土休日を中心に1日1往復運転されている。2015年3月14日からは、北陸新幹線開業に合わせ、古市の宿浦を、上越妙駅発着に変更した。飯山線には現在では、特急、急行といった、 有等列車が設定されていないが、過去には、魚野、野沢という準急列車、急行列車が存在した。各列車の概要は、下記の通りである。各年度の平均通過人員、人、日は、以下の通り。ここで述べている車両はすべて起動車である。キハ110系は1997年10月1日の、ダイヤ改正前から一部列車で導入。 同改正で全列車が当車両での運転となった。主に、1997年3月の秋田、新幹線開業直前まで走っていた特急、秋田リレー号用の零零番台からの改造車が当てられており、蛍光灯にカバーがついていたり、座席交換や塗装変更の跡も残るなど、多線区の基ハ110系とは、細かい部分で異なる仕様が見られる。また、導入当初、 キハ110系の一部の車両に一部または全座席が千曲川、品野川の見える東側、長野県側のほぼ全域と新潟県側の一部に向けられた展望車両、ふるさとがあり、普通列車として運用されていたが、後に従来のキハ110系と同じ座席に交換され、さらに2014年にオイコットへと改造された。2017年3月末より、 新州ディスティネーションキャンペーンの一環として、リバイバル、いい山色イコール工術の青とアイボリーホワイトの、塗装、色合いはオリジナルと異なるで、正面と側面には大々、山吹色、木の三色ストライプが入り、側面層下に、ベワトゥア・ミチェと表記された、キハ110系2両が登場した。1九十一年にキハ四十系、キハ十八、キハ十二の、 各車両は、飯山染色として、青とアイボリーホワイトで塗装。正面と側面には代々、山吹色、木の三色ストライプが入り、側面倉下には、ベワトゥアー道へ・ミチ友情の列車というフランス語が大きく表記された。文字は1995年頃までに消されたが、塗り分けはキハ110系に置き換えられる1997年まで、存続した。 国鉄に引き継がれた車両は、蒸気機関車6両、内燃動車7両、客車7両、貨車28両である。豊野十日町間は、私鉄の飯山鉄道によって、十日町越後、川口間は、国有鉄道十日町線として開業した。両線は1929年につながって全通し、1944年に飯山鉄道が、戦時買収により、 国有化され、10日、朝鮮を含めて飯山線となった。バス線業会社として残った飯山鉄道は1945年に越後交通に吸収された。地元の有志により発起された飯山鉄道は1917年に鉄道免許状がカフされたが、資本金50万円に対し、建設費車両購入費などでおよそ135万円。 かかるとされ市町村の寄付を見込んでも50万円が不足してた。鉄道院監督局は不足分を借入金で賄うことに危付していたという。ところが、沿線の品野川に流入する中津川に水力発電所を計画していた新越電力、東京電灯と鈴木商店の共同出資の地に、東京電に合併がその建設資材の輸送手段として、 飯山鉄道を利用するために出資することになり、株式の大半を保有することとなった。そして、電源開発のため延長することになり、資本金を300万円に増資し、1921年、豊野飯山間が開通してからは発電所、建設資材運搬のため下流の新潟県境へ延伸していくことになった。便宜上、豊野川の全列車が直通する品の、 鉄道長野駅からの区間を記載。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。